ってカープの攻撃、トップバッターは1番東出。ここは塁に出てつなぎたいところ。今日の1投目、初球インコースから入りました。ワンストライクです。2球目、ストライクです。2ストライク。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。真ん中打って高いバウンドになりました。ピッチャー取りました。ファーストへ送ります。アウト、一塁アウト。そして次、巨人対広島、その3連戦の初戦、どちらが先手を取るんでしょうか。まずどこに構えるか。まずは初球ストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。2投目は見送ってストライク、2ストライク、追い込んでいます。さあ次のサイン、あっと打ちました。これはショートになります。一塁に送ります。一塁アウト、アウトです。打順が今シーズンの打率なんですが、2割にも達していません。そして打点の数は6となっています。さあどこから来るか。初球叩いて、これはいい当たり、一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。1回の代わって守りますカープの先発ピッチャー大竹、前の登板では5回を持たずに。1回の裏、ジャイアンツの攻撃返します。1回の裏、ジャイアンツの攻撃。さあ1球です。まずスライダーを持っていました。ボールカウント1ストライク。さあ次はどう攻めるか。高めストライク。でも力強いね、スイングしてますよね。はい、ここは大きな空振りになりました。あっと抜けた、抜けていきます。ノーアウトからヒットが出ました。ボール、センターへのヒット。そして次のバッターとなります青木。ここまで通算の打率なんですが、3割3分7厘になります。プロ入り5年目での成績です。最初のボールを決めました。ワンストライク、ノーボール。2球目です。あっと打った、ショートへの打球、取りました。2塁はフォースアウト。そして1塁転送、1塁もアウト。ロックオンさんのダブルプレー。そして次の3番ナミ、ジャイアンツ全時点で首位となっています。どこから狙うか。当てただけ。まあ押されましたけどね、リードありましたからね。ですね。ここは気迫のピッチング。1回の表裏終了、ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。0対0で2回の表に入っています。最初の1球、初球ストライクを取りました。ワンストライクです。次は第2球、これはいいボール、これは手を出させません。3球で決めてくるか。これは大きな当たりだ。高い打球になった。伸びている、伸びている、フェンスに当たります。打ったバッターは2塁へ向かいます。ツーベースヒット。さあ立川さん、今のバッティング。さあそして5番バッターチーム、初球はどうか。外のボール打ちました。打球はセンターに上がっている。しかしこれは追いつきます。ロッテこれでワンアウト。シード、センターフライに終わりました。そして6番、今シーズンのアベレージ3割1分3厘のアベレージ、そして打ったホームランの数5となっています。次の2投目、まっすぐで決めました。ツーラスイングです。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。3球で決まった。遊び球はありませんでした。三振の場面、そのリプレイです。そして7、さあ今日の第1打席です。さあ1球目、あーこれは転がった、ここでショートゴロ、取りました。ファーストへ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。まあ残念ですけどね、先制できます。さあジャイアンツ、次の攻撃は4番から始まります。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、4番バッター村田修一。さあね、最初は見ていきます。ボールカウント1ストライク、このボールはどうか。ストライク。さあ追い込みました。次の配球は、さあいい当たりだ、これはショートになります。強烈な打球でしたがショートゴロです。アウト。村田ショートゴロに終わりました。そして次バッター細川、どこから行くか。これはセカンドの上、セカンド後ろに下がります。これ当てるだけで終わっちゃいましたね。細川セカンドフライに終わりました。そして次の6番、ここまでのアベレージ3割1分。さあ1投目、真ん中フォアピッチャー正面、抑えた。1塁送球、1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。2回、3回に負けるのは食べてる。3回の表、ジャイアンツファンでいっぱいの東京ドームから実況生中継でお送りしています。初球です。初球狙って空振りです。カウント1ストライク、ノーボールです。どう攻めるのか。
インコース打ちました。ピッチャーの正面、一塁へ。一塁これはアウト。豊田ピッチャーゴロに終わっています。この回はワンアウトになっています。さあどこから来るか。真ん中打って三遊間です。取って一塁送球、アウト、アウトです。大竹ショートトップバッター東出。さあ初球はどうでしょう。初球ストライク、ボールカウントワンストライク。2球目です。アウトコース打って打球はファーストへ。取った、このままキャンバスに入ってスリーアウト。投げても誰もらう、うん、やっぱりボミス出ない。3回の裏、ジャイアンツのバッター中島、初球はこの初球は低いボール。さあ宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。しっかり抑えてますよね。このピッチングはどこまで続くんでしょうか。3投目出てきました。まあスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。スイングが豪快にいきました。さあ何を見せるか。インコース、これは入りません。でもバッターに当たらなくてね、良かったでしょう。はい、もう少しでバッターに当たるというようなボールでした。待て待て、キャッチャー取りました。ダメだ、中島なんか打たんのかな。次のバッターに変わります。清原、当たりにくいじゃない。まずワンランクを取っています、うん、まず初球本格球打ち上げてセンターです。しかし大丈夫、これは間に合います。取りました。ピッチャーに回り、ツーアウトランナーはありません。初球はどうか。真ん中落ちました。これはショート取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。途中経みんなまとめてじゃん。うん、なんや。4回の表、今日の奪三振の数は1となっています。1投目初球見送っていきます。ワンストライク。さあどうでしょう。高め、打球を左へ前進、前進します。うまく打ち上がった。レフト前、ワンバウンドになりました。レフトへのヒットになりました。ところに投げすぎ。そして角度4回まで来ています。そして2安打を打たれています。最初の1球送ってきました。タオルです。バッター森田、どこに構えるか。ストレートを持ってきました。カウント1エンドは3球目はどうする。さあファーストランナーがスタート、まっすぐ打ちました。右に持っていった、ライト線に上がっている。やば、フェアじゃん。これはフェア、フェアです。さあバッターランナーは1塁もあります。ファーストランナーサードベースに蹴った、ツーベースヒット。ファーストランナーがホームに帰ってきました。さあ得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。カープが先制しました。あ、これ久々に負けるかもしれない。さあそして2回の1打席目、センターへのヒットを放っています。これはピッチャー、無名なピッチャーですね。今日は1回塁に出ています。2球目です。打って左方向へ。しかしこれはレフトの守備範囲、ウェラーが疲れてるっていうか、これでワンアウト、ランナー変わりありません。ウルバキュープこいつ上げたんだ。さあ5番バッターシード。さあ最初の1球、1球目狙っていくのは当たりません。カウント1ストライク、ノーボールです。さあ次のボールは、あっと強い当たり、レフト線に上がった。ああやられた。ああもう終わった。打ったバッターは2塁へ向かいます。セカンドランナー今ホームを打ちた。タイムリーツーベースヒット。2対0、1点が加わり、さあ得点が入りました。その場面です。試合中盤、徐々にリードを開いてきました。そしてバッワンアウトランナー2塁です。いやー、達川さん、ここはどうすればいいでしょう。まあリードはね、大きい方がいいですからね。はい、この場面はどんな作戦で攻めてくるんでしょうか。ええ、ちょっと練習は負けました。マストへの打球、取りました。このままキャンバスを踏んでアウトになります。島、マストゴロに終わりました。そして得点差は2点、パークがリードしています。1投目はどうでしょう。低いボール、ファラルになりました。この回先制点を与えています。この球はどうでしょう。あ、これはセカンドゴロ、スリーアウト目ということになりそうです。マストへ送ります。これは1塁アウトで、3アウトチェンジです。これ4回の裏、大竹4回の裏、ね、そして1安打を打たれています。第1球です。ストレート、ちょっと上がった、ありました。ワンアウトになっています。次のバッター大竹、今日は4回途中までを投げ、許したヒットが1本、点なしの成績です。さあどこから来るか。最初はストレートから来ました。宮本さんにお伺いしましょう。ピッチングをご覧になっていかがですか。今のストレートもいいですからね。まっすぐできました。ボール2つ続きました。3球目、これは大きくバットが回りました。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。はい、豪快に振ってきました。これもストライク、150キロです。さあ5球目、また打っすぐ打って、打球のセカンドへ、取って一塁送球、アウト、青木セカンドゴロに。この回順調にツーアウトまで来ました。さあ初球はどうでしょう。
無料だけ切らされんじゃんね。あ、いた、いた、よっしゃ、いた、いた、ランディちゃん打った。よっしゃ。ランディさん、ランディさん。まあ、ありがたないのにも、今日は全然前回ダメだよ。さあ、リプレイでただいまのホームランを振り返りましょう。これで1点差に詰め寄りました。まぶっちゃうけど、ちょっと決まらんの。バッター、大竹、この4回途中までを投げて許したヒットが2本、この回1本打たれています。最初の1球打ったー、打ったところぐらいだから個人らしいな、ホームランで追いつくなんて。昨日帰る探し、昼前に見たの。ん？金本。あ、金本か。あれが出てきてるから、久しぶりに。1点返します。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。さあ、今のホームランです。ゲームは同点。行方は分からなくなりました。次のバッターはどう？ここまでの失点が2となっています。初球はどうか。まずは初球見送りました。ボールにしてきました。2球目。このまっすぐは外れました。ノーツーです。さあ3球目。いった。これは足元に入ります。抑えた。1塁に送ります。1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。5回の裏。ミートがすごいポロ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 で、やっぱ安いやつだけど。5回の表。攻撃中のカープ、先ほどのイニングは残塁が1つ、しかし2点が入っています。最初は見ていきます。ボールカウント1ストライク、2球目はどうか。これは強い当たりだ。レフトへ上がった。レフトへあっとワンバウンドした。お互いそのパンツきつい。ランナーが出る。さあノーアウト。全然レフトへ。ここも入れ直したパリパリだったっけ。あのさあさあ、うちが通して直しとったのは直しとったけどね。全部前だけどね。タオルだな。戻って5回まで来ている。そして2点を与えて、マルコムコーチ、マルコムコーチ入れたっけ。取りました。一塁に送ります。ここは手が出ていきました。これでワンアウトです。先ほどはいい当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。いい打球が行ってましたけどね。カウント決めてない。ここで2点を失っています。どう攻めるのか。勝ちました。セカンドへの打球、ファーストへ送ります。一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。カウント決めてない。東でセカンド。これが3回目のバッターボックス。初球はどうか。この場面でショートゴロになりました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表が終了。カープ2アウト3塁からの得点がありませんでした。大竹、ここまで許したヒットの数は3となっています。最初の1球、その初球ボールになりました。ワンボールになりました。この球はどうでしょう。ストレート、これはセカンドになります。取った。一塁へ。これは一塁アウトです。井端セカンド、バッター、中島はもうちょっと打ってほしいんだよ。一応になんでしか打ってないかな。初球、外に来ました。ホームランも合わせればいいじゃん、あんたが。今度も速いボールが来ました。ツーストライク。さあ、次の3球。やれるのあんただよ。まあね、そうなんだけど。あっと低め、ツーエンドワンです。次が4球目。あっと、行ったか。これはいい当たり。素晴らしい打球ですよ。見ればいいけどね。次の清原が今のバッティングについてお聞きしますが、勝川さん、スライダーが甘かったというのがね、ありますけどね。ああ、なるほど。ピッチャーの意図した球ではないということですね。はい、そう。ジャイアンツ、レワリーレワリーブレイリーなんだよ。清原がなんか監督かなんか感覚を決めたけど、あれオリックスの監督やつだよ、確かに。そうじゃろ。使いましたね。そうですよね。この場面であの球は要注意です。さあ、次の3球目。これも強い当たりだ。下がる。あー、飛んでた。バットランナーは2塁。清原が打ったわよ、ボールが返ってきた。セカンドランナー、今ホームイン。タイムリーに中央へ吹き。3回に1点を追加します。リードを奪いました。ようやく打ってくれた。ストローが取りました。そのシーンです、うん。ここでリードを取っていきます。しかし、勝利のためには、これ確か引退した年やね、今日は。あ、そうだね。うん。長渕剛の歌あるんだから。そしてピッチャー。テレビ中継しよったら、あの人だからあんだけテレビを盛り上げてくれたんや。最初はボール。この球は外しています。次は第2球。でもよく考えたら長渕剛って飛球式なんてないよ。バッター、家族、3投目。スライダーになりました。ファイナルツーになりました。さあ、バッター有利か。
これも変化球でした。ツーエンドツーになりました。次が5球目、これも鋭い当たり、これはセンターに当たった。片手に入りますよ。交代交代、打ったバッターは二塁へ向かった。中堅のセカンド、セカンドランナー今ホームにしていくんだよ。タイムリーツーベース、4対2、ここも点を取ります。リードは2点差になりました。ただいまのホームインの場面、もう一度ご覧いただきましょう。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。昼間はホームインだけどね、下のドクマさんが使える。そして打順ジャイアンツ、さあツーベースヒットで1点を追加しています。どこに入れてくるんでしょうか。最初は低めのボールでした。150キロのストレート、2球目はどうか。あと言うのは金払わないとか。ハイエンドは4回の前の打席、レフトフライに終わっています。またインコースに来ました。このストレートもいいですからね。あーもったいないローズ。サードです、ありました。これで2アウト、ローズサードフライに終わりました。ここでさあジャイアンツ連戦週一、まずはリードを取っています。最初のボールは初球で打った強烈な当たり、この当たりはセンター打ち上げた、取りました。スリーアウトチェンジ、ゲームは5回まで終了しています。ジャイアンツ2点を追加、4点。キクギの何がいる？ん？シーパーも1個、1個箱買うよ。ここまでの失点が2となっています。第1球。ここまでのターン、ヒットは5本、そして2点を入れています。ジャイアンツがリードしています。ストレート決まってツーナッシン、さあここは追い込まれていますが、さあ決め球を見せるか。あっと危ないボール、大きく外れました。さあ第4球、内へのボール打った、これはピッチャー正面、ファーストへ、一塁アウト、余裕がありました。そして奪った三振の数が1となっています。最初の球は最初はストライク、ワンナッシングです。次の2球目、あっと打った、ファウルボール。さあ追い込んだ、打ちました、打ち上げてレフトです。ワンバウンドヒットになりました。ランナーが打ったバッターはセカンドへ、ツーベースヒット、クリーハルゴンマークでしょ。2回もりました。カウント1ストライクノーボールです。第2球はどういう、アウトコースストライクは2ストライクノーボール。この3球目はどうする、三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。チェンジアップで空振り三振に仕留めました。6回の表までゲームは終了しています。6回の裏ジャイアン、4回の裏先ホームランを放っています。初球はどうか、真ん中打って上がった、上がった、これはセンターが前に出ます。取りました、これでワンアウト、ダミですセンターアップ、大竹この試合許したヒットの数が6となっています。どこから攻めるか、初球は低いボール、ワンストライクです。2投目はさあこの当たりはこれはセカンドになります。一塁に送ります、一塁はアウトです。村田セカンドゴロに、トップバッターは外野フライ、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ最初の1球、初球振りません、その球はボールになります。2球目はどう攻めるか、ストレートなーセカンドへのゴロです。抑えた、ファーストへ、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ、6回です。7回目指すか、7回の2点差で7回ですけど、それは先発の失点を打線がカバーしてくれたからです。ストレート打ちました、これはファーストファウルです。ファウルになります。でもファウルで済んでよかったですよ。ええー、ですね。今度もストレートできました、ストレートで2ストライク目を取りました。次の配球は三球三振、空振り、ボール球を振って空振り三振です。スイングアウトの三振のシーンです。そしてワンアウトになっています。何を投げてくれた、あっと打った、ショートへの打球、抑えた、ファーストへ送ります。1アウト、ショートゴロに終わりました。
これ代打ですね。点の欲しいこの場面、まあ、ピッチャーの打順でピンチヒッターを送ります。前田、まずはストライク、気合が入っています。さあどうでしょう。真ん中落ちました。今度もショートへのゴロになりました。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて明日も今日と同じか。さあ今日初めてのピッチャー交代です。梅津、一昨日に続いて7回の裏、今日3回目のバッターボックスです。どこに入れてくるか。ストレート、低い打球になりました。あっと弾いた、村が弾いた。これは間に合いました。アウトです。井端セカンド、この回はワンアウトになっています。さあ初球はどうでしょう。まずは見送りました。バッテリー1球外してきました。このボールはどうか。インコース、ストライク、カウント1エンドは。次が3球目、ストレート。本当力がね入ったスイングですよ。スイングが豪快にいきました。まっすぐを持ってきました。2ストライク2ボール。さあ5球目、しかしこれはボールになります。ボールカウント 2-3。 フルカウントからの5球目、まっすぐを持って、今セカンド後方へ。セカンド交代します。余裕を持って取りました。中島セカンドフライに立つ。これが3回目のバッターです。さあ第1球、まずはインコース、ノンストライク。次は第2球目、決めてきます。ワイエンドワンです。3投目、滝が上、前に出る、前に出ます。取って、これで3アウト。ここで各地のご中継です。地方球場です。7対3、ベイスターズがリード。シコスキー出すか。ジャイアンツ、ここで3番手ピッチャーを出します。伊藤さん、今シーズン8回の表、カープの攻撃、第1球です。最初はストレートから持ってきました。ボールカウント1ストライク。第2球、低めの球、ストライク。さあ、2ストライク追い込みました。さあ、次のサインは。決まった！ 3 球三振！ 3 球でプシャリと抑えます。この前の第3打席、ショートゴロに終わっています。どこから行く？最初はストライク、1ストライクです。このボールはどうか。あっと、当てるのが精一杯。このゲームはここまで3打数1安打、打点は1の内容です。第1球は先頭バッターは三振、その後は内野フライに終わらせました。カルフィーの高見さんはね、ストレートで追い込みました、うん、さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。この中作るのがね、玉ねぎね、普通バラバラに、普通切るじゃん、丸ごと入れたんで、丸ごと、このその袋のフライパンあるじゃん、鍋に置かれる、あれに丸ごとボンって入れたけど笑っとったの。やるやる、玉ねぎは別に広いとするでしょ。ジャイアンツの攻撃、この回はピッチャーから。お笑いよ、ついこの間動画見よったら、玉ねぎ丸かじりせえいうことか。それないだろ。これ変えますかね。あ、変えますね。さあホームランの欲しい場面、ジャイアンツピッチャーに回ったところでスライダーを継ぎました。点差変わらず2点差、ジャイアンツがリードしています。初球は行ったか、球初球捉えました。さすが小笠原、長打になりますよ。ワンバーオンでフィー、さあバッターランナーは2塁へ。このタイミングはどうか、ツーベース。梅澤、右中間へのツーベースになりました。この場面での梅津、今日は1回を投げて打たれたヒットが1本、失点はありません。さあインコースきました、ファウルボール。ジャイアンツ、このまま初戦を勝利で飾るんでしょうか。さあ、2球目は真ん中打った、レフトに上がった、追っていきます。取って、これでワンアウト。ボーズ、センターフライに終わりました。ここはバットで青木、今日はまだ塁に出ていません。バットですか。最初の球は初球ストライク、ワンナスミーです。ジャイアンツ、現在14連勝、連勝を伸ばすためにはもう少し点を入れておきたい。さあ、3投目、球を切ります。さあバッター追い込まれています。さあ4球目、強い当たり、低い当たり、ライナーかよ、当たり、ダメだ、当たりに強かったね。今日は打てよ、イデランですか。1投目、最
初はインコースから来ました。カウントワンストライクノーボール。さあ次はどう攻めるか。今度はまっすぐ来ました。ワンストライクワンボール。さあ3球目。ダメだ。ダメだ。一塁送球。ああ、なりそうな感じ。ラミレスだよ、ラミレス。まあ、まあでもこれ最後来るんで締めれるだろ。2点差もありゃいけるわ。ダメや。ジャイアンツ、この場面で4番手のピッチャーとなります。クレーン、今シーズンの成分たちが6となった。9回の6回の3打席目、レフトへのヒットを放っています。ツーベースでした。どこに入れてくるんでしょうか。外めのボールから来ました。でも速いボールですけどね。はい、スピードガンは156キロを表示していました。これは速い球、ツーラスイングです。キャッチャーの要求は、あっと3球三振。うまくタイミングを狂わせました。最後に空振りを奪ったただいまの三振です。バッター、今日4回目のバッターボックスに入っています。第1球です。左に持っていった。レフトに上がった。これは上げましたね。そして次のここまでノーヒット、今日のバッティングです。あと一人で勝利となるが、最初は内から入りました。157キロ出ました。次の2球目、これはストライク。このストレートがいいですからね。そうですよね。158キロ出ていました。ラスト1球になるか。次が4球目、三振。試合終了。最後のボールなんかもう最高ですよ。はい、空を切って三振です。今回に3連戦の第1戦はジャイアンツカープを破りました。ジャイアンツ連勝が15となりました。ラドクジャイアンツファンの前で好投を見せました。今シーズン初勝利を挙げています。ルーン、素晴らしいリリーフでセーブを挙げています。最後までリードを守りきりました。今日のヒーローが上がっています。まず当のヒーロー、その投球成績なんですが、先発の登板5回と3分の1被安打6、2責点2、勝ちがつきました。次に打撃成績なんですが、3打数の1安打、打点1、バットが触れていました。さあこの2人の活躍が勝利に結びつきました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対広島4回戦の模様をご覧いただきました。今日のゲームの解説は勝川光雄さん、宮本和智さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。